はい、みなさん、こんにちは。なおみちです、えー。今回の動画はですね、前回ね、あのー、ゆずはさんの、ね、えー、動画の中の、えー、ゆっくり劇場っていうのね、えー、商標を取って、 で、で、その、聞き役についての動画っていうのはね、ええー、ゆずさんの動画にあったじゃないですか。で、その期間、規か、聞き役の動画がですね、見ると消えてるんですよね。まあ。 解決なのかなっていうことになるとは思うんですけど。で、実はですね、あの、その規約のアップの少し前にですね、えー、ゆっくり界隈のいじめっていう、 ことが、えー、まあ、まあ、アップされていてですね。で、これを、これの中身を見るとですね、ゆっくり界隈というのは、いじめの温床なんだと。だからこれを、なんとかして、解決したいんだということを、ね、この動画の中で言って、 いましてで、ということはですよ。これ、今回の動画の目的っていう、今回の動画っていうか、今回、あのー、ね、まあ、商標登録の目的が、まあ、今さっき紹介しました、その、ゆっくり祝いのいじめ。 っていうのをなくしたい、だ、っていうのが目的なんだとしたらですよ。まあこれは、まあこれほど余計なお世話という言葉がね、まあ、騒しい人がいないんじゃないかなとは、まあ思いますよね。 うん、いや、これが目的だとしたらね、あ何が目的だったのかわからないんですけど、過去の動画を、まあ、見た上でのっていうことで言ったら、 まあ目的がそれとしかまあ僕には思えなくて、でも、でもそれが理由だとしたら、かなり、うんまあ、うんまあかなり余計なお世話としか言いようがないっていうかね。 うん。だって、で、まあ、たとえ、ね、それが事実だとしてもね、なんで赤のね、他人っていうかね、まあ、第三者の、ゆずはしに、解決、強制的に解,解決されなきゃならんのかっていうことだったりとか、ね。で、しかもそれで、あの、まあ、 本当に解決できたとしましょう。で、それで、ゆずはさんに、ね、ゆずは氏に感謝するかって言われたら、まあ、間違いなくしないだろうとは思え、思えるし、で、ま、あそれだけじゃないですよね。あの、 ゆず、うんー。まあ、ゆずは、いやだってそんなのって、そんな強制的に支配される言われはないし、ね。 強制的に支配されてさ、ね。あの、そんな強制的にね、その、いじめ問題解決されたとしても、多分根本の問題は解決しないと思うんですよね。うん。あのー、いじめって結局は、何かっていうと、人間関係、 の話になってしまうんで、第三者が無理に止めたとしても、そういう人の人が見えないところで、どっかしらでいじめっていうのは起きてしまうんですよ。やっぱり人間関係なんで、そこは。から、ちょっとね、これはね、 まあ早まったというよりかはちょっとこれは余計なお世話だったのかなっていうまあイメージですよねこれは。 まあ、皆さんはね、その、皆さんの立場で考えてみてくださいよ。ね。まあ、多分学生さんとかね、あの、まあ、学生さん、学生の職はね、あみな皆さんのね、立場で考えてみましょう。ね。まあ、学校で、いじめの温床の しまってると自身の学校が、ね、いじめの温床になってしまっていると。じゃあこれを解決するためにということで先生たちが徹底的な、ねえーまあ、規則とかでがんじがらめにして、ね、もう例えば、ね、あのもう行動一つ一つ もう、休み時間の行動の一つ一つ、ね、あのー、学校での息遣いの一つ一つまで、すべてがんじがらめにもう規則で乗っ取って、ね、あのー、ね、校舎内での、 呼吸の、ね、肺活量の量も、えー、何 cc までとか、っていうふうに、がんじがらめにね、そう、徹底的に支配するんだってなったら、余計なお世話、どころかもう、そっちの方が地獄っていうふうになるんですよ、だって。もう、それ。うん。 まあなんでね、あのー、まあ根本的にはね、まあ解決しなかったであろうことがね、まあ、伺えるっていうかね、まあ。まあそれで考えたらわかりやすいかなっていう感じがあったんですけどっていう。これで。まあちょっとね、まあ、支配すれば、 なんとかいじめもなくなるだろうということをねうんまあ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 、ま。あ どうせばいいのかなっていう感じがあったと思うんだよね、本人もね。でもね、それはちょっと余計なお世話すぎるだろう。うーん、ちょっと余計なお世話すぎるかなっていう。まあ俺も そのね、そう人間関係はね、まあ、こればっかりはね、まあ、私は、まあ、私の考えとしてはですよ、あくまで。ね、これは、ね、本人同士が解決しなければいけないこと、だと思っていたんで、そう、第三者で、 解決しようっていうのはね、まあちょっとこれはね、まあダメっていうかなんかそれはまあちょっとね、うん、まあね、対佐主解決して、いうのはちょっと淡い考えだし、それをね、まあね、ゆずははね、まあ押し付けようとしてたわけなんで、 ちょっと恩期せめかましいっていうかね。うーん。いじめを解決するために、だから、その、十万、年単位で十万っていうのも、ね、あのー、ゆっくり界隈でいじめが起きている。これを解決するために、がんじがらめに、その、規約で縛ってあげたんだから、 まあ、年単位で10万よこせ、感謝料として、よこせよっていう、ね。まあ、そういう意味だったんですよ誰も頼んでないじゃん、そんなこと。ね。いや、誰も頼んでないですもんね、こんなの。ね。いや、いじめを、いじめ問題なんとかしてください。誰かが依頼したんだったらいいですけど、誰も頼んでないですもんね、こんなの。 いや、うん。いじめ問題についてね。憂れいるのは勝手ですよ。勝手だし、ね。あの、それを考えること自体は素晴らしいなとは思うけど、それを実行、それを勝手に実行しちゃいかんよと。それ勝手に実行するのはまたね、別問題で、それは恩着せがましいっていうんですよね。 まあなのでこれはね、まあ、ちょっとね、まあ、申請取り消しされてよかったと思いますよね、本当に。何がしたかったのか、明確に目的は分かるんですが、これはちょっとね、やり方が良くなかったかなっていうね。 そう、その解決の仕方が良くなかったですよね。うん。誰もそんなこと頼んでねえし。<laughs> うん。そんなね、あのー、仲介料みたいなね、そんなのそ、そんなので10万、 取られるとかってね、もう意味わかんないし。うーん、まあだからこううーん、まあ、一番の問題は、あなた、それであなたに何の関係があるのっていう話。 が、まあ、あるかなーっていう。うん。だって、普通に考え、じゃあですよ。普通に考えや、ね。うん。一面問題、自分で解決しなきゃいけないのに、ね。そんな、ね、どこのままとも知らない第三者、まあ、有名人ではあるけど、 ね。えー、誰とも知らない第三者がいきなり現れて、いじめ問題解決しますって、仲介料10万な、さあ、これでいじめはなくなった、感謝するかつうとしないっすよね。うん。何 何それってなっちゃいますよ、そりゃ。えって。いやいや、もう、恩着せがましいっていうか、もう、恩着せがましいところじゃなくて、もう、これはもう、ね、ええー、もう余計なお世話って言うんですよ、そういうのは。うん、余計なお世話。うーん。 ねえ。まあ、これで解決。まあ、いじめ問題に関してはね、まだまだね、解決できてないとは思うんですけど、まあ、それは人間関係。まあ、それは人間関係の問題だし、それはね、まあまあね、あの、おのおどで解決してもらって、で、まあ、 その、ゆずは関連の話は、まあ、解決できたんでよかったかな、とは、まあ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 思いますね。っていうところで、今日はこれで失礼します。お、お疲れ様でした。